け、もうここ出してだよ、出して、いけいけいけ、怖え、ここ怖え、あー頑張れ、うわー、いけいけいけ、よっしゃよっしゃよっしゃ、いろんな人の予選見たけど一番楽しかった。いや楽しい、マリオカート。ジャニーズゲーミングルームマリオカート最強王決定戦予選会、イエーイ。さあマリオカート最強王ね、決める大会に向けた予選会でございますけども、本日予選に挑戦してもらうのは佐久間です。お、俺がマリカ王だ。宣言しました、もう。あまり聞かない言葉。さっきもどうですか、こうマリカ歴というか。僕はあの64の時とか、キューブの時とかやらせ、はいはい、てもらって、ね、スイッチになってからは2回だけやったことある。あ、じゃあスイッチのマリオカートに関して言えばそんなにまだ。ね、そうですね。お正月にあのお友達の家遊びに行って、うん、そこの息子にボコボコにされましたね。息子に勝てなかった。全然勝てないです。いや、それ子供って強いんだよな。子供すごいっすね。じゃあまあ自信は、じゃあ、あ、でも自信だけはありますやっぱり。自信はある。はい、何事も。いや、頑張っていただきたいですけども。だって生配信出たいですからね。そうなの。どうしても。ちなみにね、今ここまでの順位なんですけども、はい、向井、うん、長尾くん、しげがなんと60ポイント、はい、最高得点出してですね、同率1位。3人が。え、ここにシゲ入るんですか。ね、意外。意外だね。おいつ読んだ、こんなに。すげえな。そして、まあ、高橋恭平くんが、はい、次で4位。まあ、57ポイント。でも57ポイントですから。すげえ、うん。もう自然と60ポイント取っていかないとダメみたいになってる。いや、確かに。俺、タマの55ポイントでも絶対決勝行くだろうなって思ってたから。一瞬で。薄れたね。なんかもう漏れちゃいましたね、僕たちはもうね。漏れちゃった。一コースだけどうしますか。練習で走ることできますけど、練習しますか。コーチとジュリは、あ、練習いらないですって言ってやってたよ。もうマジっすか。で、あの順位見て。あの、結果は分かりました、ね、これで。あ、練習します。しますよ。した方がいいよ。した方がいい。練習します。今好きなキャラクターで。うん。150cc で走るもよし。みんなであんまりミー使わないね。え、じゃあミー使おう。そうだよ、せっかく作ったんだから。佐久間、宮田くんのミー使おう。ややこしいな、ややこしいな。それはおもろいわ、それはめっちゃおもろいわ。宮田くんのミー使おう。どんだけ大好きなんだよ、師匠のこと。あ、じゃあ宮田ましたね。それ宮田くんのミーでいこう。まあ、人のミーで走るっていうことだね。宮田くんに似合うこのかっけえ、はい、おー、プラスを知ってもらうとですね。 ちなみに俺クマさんの、クマさんの乗り物にしてよ。クマさんなんすか。俺クマさん。クマさんおるんだ。じゃあクマさんですね。あのプラスに押すとですね、見えるんで、あの、なんですか、あー、なるほど、ステータスがね、スピード、加速、重さ、曲がりやすさとかおるの。へえー、面白い。いや、クマさんね、ファイヤー覚えてないな。いや、なんかマジで古代のタイヤ。やべ、いいね。でも見た目パリピなんですけどね、なんかやったら。古代のタイヤで行ってみよう。いや、よし、これで行こう。塗り替えた。じゃあ 150cc にして、ほい、実際であれじゃん、やるカップのところを練習した方がいいんじゃない。そうだね、どのカップで勝負したいか、それももう、いや、やっぱキスマイの S 入ってるんでこれにします。好きだな。あれあれってなんで雷なんだろう。今なりなさん本人たちも知らないんだ。なんかいつの間にか S がサンダーになってたんだけど、はい、うん、そうだよね。本人も分かんないしてた。いや、高く練習はしといた方がいいね。そう、何も分かんないよりかね、今の結果がもう、うん、あ、宮田くんだ、宮田くん。これ俺の予選。俺の予選じゃないよね。いけ！もうスタートダッシュはしない。ダッシュせず。あ、でもちゃんとドリフトとか。はいはい。いいですね。おっと。アイテムは取らない。アイテム取らないでいくつもりか。わーい。ジャンプアクションっていうのもありますんで。え、何すか？あのジャンプの時にタイミングよくですね。はい。あの R。L。L。R か。どっちかを押すと。あのドリフトの時にピョンって跳ねる方のボタンですね。おー、いいね。今のか。いや、今のじゃない。ピョンピョンって R だっけ。あ、だけど、ま、俺思ったんだけど、ね、R です。佐久間そんな得意じゃないの、マリカ。はい、練習だからか。いや、まあ、まあ、今やっぱノーアルなんかトンビがどこのこうのってあるじゃん。トンビ、高じゃないんだ。高菜おやつじゃねえ。おかずだな。
これの後ろになんかつけるやつあるじゃないですか、なんかアイテムを、はい、あ, あれ知りたいですよ。 L をシッパで、そうなんだ。でもこれは使えないやつだな。そう、これはね、また違うんですよ。でも後ろに打つことはできますよ。あ、なるほど。あのピョンのタイミングで R を、R をね、タイミングよく押すとね、はい、あ、なんかジャンプアクションっていう、ちょっとハーボかかるんで、ハーボかかるんで、そこで試してごらん。ここでポーン。あ、そうです、そうです。あ、これだ。それがジャンプアクション、ね、配信者さんのやつ見たことあるだな。ピョンね。おお、いいね。そうですね。よっしゃー、上に当たっちゃうの。さあ今2周目ですけども、ああやりました。ただいまの順位6位。2周目まだまだまだ分かりませんよ。これは全然ここから挽回の余地ありますんで。わー、バナナ、バナナ当たっていくスタイル。バナナに当たる。これなんかショートカットとかもあるんですか。ショートカットもありますね。あ、みんな上行くんだ。みんな上の方が早いのかも。ちょっと早いんじゃない。なるほど。あ、でも1位じゃん。1位だ。1位だ。あ、また一瞬だったけど、今の真ん中いけるのか。いけたね。いけはそうでしたよね。なんか、うん、なんかブーメラン飛んできた。怖えな。あ、やられた。え、やられた。あ、3周目入った。入ってますよ、3周目。まあ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 。あ、今できる。でも2位です。うんうん、ハードだな。3位、4位、うん、まあまあ練習だからね。まあ確かにノーアル高菜だからね。ノーアル高菜なんです。何ですかノーアル高菜。怖いな。あ、違う。おお、ええー、すごい。緑コーラ当てる。いけ、使った方がいいんじゃない。いけ、いけ、間に合うか。おお、すごい。イエーイ、危ねー。すごい、これで2位。不安定ではありましたけども、結果2位ということで、うん、いや、ビギナーズラックあるんで、うん、さあ、本番。本番です。目標は、いや、やっぱり1位っすね。全部1位とって60ポイント。オール1位、やっぱ奇跡は、ね、あの起こすもんなんで、やっぱり。お、はい、うん、さあ、どうします、キャラクター。いや、これでいきます。ミヤキさんまで行く。あ、もちろん。俺の予選じゃないよね。いや、違う、佐久間の予選。佐久間の予選だよね。佐久間の予選なんですけど、宮田くんが走ってくる。マシンもいいですか、このままで。そうっすね。なんかこっちも可愛いんで、こっちにしよう。おう、いやさあ、カップ。さっき練習したのはね、チクタクロックでしたけども、別に他のとこでも大丈夫ですよ、全然。でもレインボーロードあるんですよ、これ。そうだね。いや、まあレインボーロードで言ったらマジムズのコースってイメージが、はい、確かにね、落ちちゃうよね。マリカーの高級車向けですね。怖いなー。まさかの練習したカップはやらず。はい。お、何の練習だったんだ。スターカップやってる人はいない。何？じゃあスターカップ行きましょう。おう、いないですね。見せてくれよ今のところ。僕のドライビングテクニック、目標はオール1位。はい、オール1位。これは何で15ポイントもらえるんですか。1位取ったら15ポイント。1位取ったら15ポイント。なるほどね。じゃあ途中の技術とかは別に関係ないってことですね。勝てばいい、勝てばいい。結果が全てです。結果が全て、分かりやすい。サンシャイン佐久間、頑張れよ佐久間。いや、行きます。宮田くん、あんま壁に当たんなよ。出だし最悪。え、だから 2位の時に押せって。おい、あ、いいじゃん、いいじゃん。いいよ。おい、ジャンプアクション。オッケー、いいね。おい、オッケー。近い。体動くタイプね。お母さんタイプ。体も行くだね。あ、めちゃいい。おっと、お、でも、よし、おっと、なかなかスピードが出ない。いや、これ 150cc ですからね。なるほど、なるほど。難しいんですよ、そういうところね、はい、あ、おっと、すごい、すごい、すごい。おいおいおい、え、どこ、おい、すげえ、いいね。さあ、ここがすごい。あ、なんか、あ、すごい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 。めちゃくちゃ臨場感あるね。こっちまで一緒に行かない。ちょっと、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 なんで、なんで、なんで。サクは、俺だと思って動かせよ。いや、確かに。俺だと思えよ。確かに、宮田君のいつもの安全運転を思い出しよう。そうそう。おぉ、法定速度守る走りやろ。これ、なんか、いいね。いいね。おぉ、やばい、いつまでドリフトするんだ。さて、サクはやばいな。うわ、あ、上コーラ行った。でも、3位。いいね。お、重い。倒した、どついた。2位。あーあー、ああ、下にもコースある。俺初めて見た、そっち行く人。あ、1位。来たよ、1位。
しゃあ。やるか。維持しようぜ。いやもう1位のまんまいきます。コインを取ったら早くなるからね。そう、コインをね、10枚取るとね、あ、でもなんかいいでしょ、ここに投げた。いいよ、しゃあ。どうですか、宮地、佐久間のこの佐久間のプレイは。いやもう本当に俺佐久間の車の運転も何回も乗ったことあるんだけど、これ何で落ちちゃうんですか。あのセックセックをね、うまくさ、こっちにするんだ。なるほどね。もう本当に佐久間の運転何回も乗ったことあるんだけど、まるで佐久間の車に乗ってるような。こんなぐらいはすんの。使いまくりで。危ない危ない。車ボコボコでしょ。こんなに金当たってんの。レンタカー借りてんのにいつも。二人であの山道走って山から落ちそうになったことあるからね。気をつけてください。さあどういうことだ。緑だ。緑コーラ。緑コーラを青コーラっていうのかどっちか迷っちゃう時ありません？信号みたいなね。はい、青とかね。さあ3周目ですよ。でもまだ2位だよ。いける全然。いけるいける。いっちゃうぜ。いいね。ここそろそろ抜いときたいね。どけどけ。宮田くんのお通りだ。せー。あ、ここ気をつけてね。スティックね。スティックね。コインポット。ほら。待って、1位じゃないまさかの。あれ1位いけんじゃない。いけんじゃない。いけんじゃない。お、マリオ、これはどけ、どいてくれ。頑張れ。よっしゃー。さあ、ということで佐久間15ポイント獲得です。これ60ポイントのチャンス大いにあるよね。いや、これありますよね。まさか1位取ると思わない。俺もちょっと厳しいかなって正直思ってたけど、全視聴者で多分一番僕がびっくりしたいいよ、いい調子、いい調子。めっちゃおもろいわ。よし、俺いけるな。持ってるな。これワンチャンマジありますよ。あるよ。いや、ね、あるあるある。降りる降りる。いや、いいよ。え、お、さあドルフィン岬。なんかここショートカットがあったイメージが。配信者さんが言ってたんだな。全然覚えてない。ここはやったことある？ないです。ないね。はい。はい、さっきのも初見だったんで。自信は？あります。なんでだよ。さあ、スタートダッシュ決めるか。ここ。いいんじゃない？よっしゃ。水の中走ってる。いや、フォー早いね。おー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 、あ、こちゃんバクション行けよ。おう、じゃあ、おいえ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 、やっぱミーがやらないなら僕がやっときます。おいえ、あー、またおわった。あー、ここもね、ジャンプアクション。え、なにここ、ジャンプアクション。はい、じゃあ、オーケー、おー、ナイス。いいね、ジャンプアクション。じゃあ、よっしゃ、ナイス。いいね。おーしょ、おーしょ、おーしょ、今行けたのに。これ真ん中でもうジャンプアクション使いますよ。あ、ここでナイス。さあさあさあ、おー、すげー速い。おー、ふわー、あー、待って、あ、オッケー、オッケー、ちょっと酔ってきたな。おわー、待って、ここむずい。いや、いけるいける、まだ一周なんで。アイテム取って、そう、よっしゃー、ジャンプアクション。よし、いけ、ジャンプアクション、オープン、こっちだ、ゴー。あー、オッケー。いや、いけるよ。まだ1周目だから大丈夫だ。余裕っすよ。時間はいくらでもあるよ。佐久間っておもろいな。あ、火の鬼2つだよ、2つだよ。いいね、いいね。火の鬼、水の中使うと。よいしょ、よいしょ。蛇行がすごいね。すごいね。佐久間って免許持ってる？あ、持ってます。あ、持ってる。ゴールド免許です。なんか本当親がやってるプレイ見てるみたい。うん。え、どこ行った？真ん中行くと斬新だな。ダメなんだ。よいしょ、よいしょ、おいで、いいね、おいしょ、いいよ、おいしょ、順応できてるよ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、カモン、カモン、うわぁ、ここ来るんだ、気をつけて、うわぁ、来い、おしゃれ、怖い、どうしよう、怖い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 、ここにタコ。おいしょ。うわ。おー、いいね、いいね、いいね。おー、いいじゃん、いいじゃん。あ、おー、危ない、危ない。いけ、いけ、いけ。あ、いけ。やばい。やばい、やばい。さっきどうやって1位取ったの？やばい、ちょっと。お、
お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いけ、もうここ出してだよ、出して。いけ。怖い、ここ怖い。なんで曲がれんの、みんな。すごいじゃん。頑張れ。なんで曲がれんの、頑張れ。おいいね。アイテムいっぱい使わないと。いいね。うわー。急げ。いけ。こっから上げてこ。いけよ。うわ、いけ。7位。さあ、あ、まあでもほら1位とあんま変わんないね、7位って文字いやいやいや、数字のフォルムの話じゃないの、はい、あ、3位。めちゃくちゃアクロバティックだったな。いや、操作してる作間ですか。めちゃくちゃ曲がってたね。なんで曲がれんの、みんな。すごいじゃん。頑張れ。なんで曲がれんの、頑張れ。でもなんか佐久間がすごい楽しそうでよかった。いや、マリカ楽しいですね、うん、あ、さあ、エレクトロドリーム頼むよ。お、目指してくれよ。1位っすね。おー、いいね。自信は？いや、もう1位っすね。おー、このコースやったことは？ないっすね。ないっすね。おー、なんかステージを宮田くん色だ。お、大好きだ。俺のメンバーカラーも把握してくれてありがとう。しゃー、あ、出た、これもこれ、うぃー。おー、でも幅広くてよかったね。はい、幅広でした。あ、幅広でした。全然違うとこ走ってました。大丈夫か。うわっ、だよ。おー、どうですか。あ、なんか加速したね。なんでですか。あ、なんか下の…なに、あっちにも来た。騙されないで、気持ち悪い。騙されないで。あれ、コースじゃないの。すごい、あ、真ん中になかった。おお、すっげえ、なにこれ。いけ。隣にツカちゃんいんのかと思ってきたよ。あ、気づけて、オブライちゃん。しゃあ、いいよ。もうでもそれ3位よ。3位ぐらいキープしとくのいいかもね、ずっとね。確かに。やっぱ1位だから、トゲゾウ来るね。そうだね。な、何、どうやってんの。いけ、あ、違う。おー、あー、佐久間の椅子なんかマリオカートとか連動して動いてるみたいな。ここでゲーセン来てる。臨場感がすごい、ほら、すごい。これ何。いや、今、ああやってないぞ。体全体で操作してるのね、佐久間は。やっぱ気持ちで曲がらせないとこ行く。すごい。あ、1位ですよ。1位来たよ。もう1位するそのまま。すごい、そのまま逃げ切れ。ナイス。オッケー。1位じゃん。あ、やった。あー、なんか変な青いの。おー、2個取った。ナイス。あー、おー、マジかよ。落雷注意です。カモン。お、いいよ。おー、1位。あ、危ねえ。コーン。なになに、コーン。コーン。逆に難しい。そうなんだ。コーン遊びすごいな。お、1位だ。来たよ。あ、ボム。お前さ、どこ投げた。ボムだ。やばい。あぶねえ。今何周目ですか。今2周目です。まだ余裕だ。しゃー。さあ、こっから1位だ。ファイナルラップ。1位でファイナルラップに突入。おお、これ、こっちあぶねえ。はっ、絶対そこは行くのね。おっしゃ、ファイナルアップだよ。あ、なんで、なんすか。もったいない。あ、もったいないんだ。キノコ。あ、キノコ。イエーイ。いいよ。おー、よくない。なんで当たんねん。いいよ。まだ大丈夫、まだ全然大丈夫だよ。まだ行けますね。お、すげえ、キノコ、するよ。どけどけい。あ、いい。いけ。おお、イカ。やばいな。見ない、山が見えない。ワイパーください、ワイパー。バイバイ。おー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 、よけた。おー、ナイス。よけるんすね、赤っぽく。あ、もう来たよ。やめて。あ、オーマイガー。まだ大丈夫。いや、ここです、こっち。おー、落としたね。やばいよ、もうここ着地したら。なんだ、そろそろもうゴールだよ。やばい。順位上げよう、ちょっとでも。上げ上げ上げ。お、やめて。おーおーおー、わー、ゴール。楽しい。楽しいよ、それは。それが何よりだよね。本当に楽しいってのが一番だ。のが一番だ。さあ、残るは最終。今何ポイントだった。29。さあ、ワリオスのマウンテン。ワリオスのマウンテン、面白いコースですよ、これ。そうなんですか。ここで10ポイント以上取らないと最下位になってしまうから。やばい、コーチに勝つ。ここだ。いっそげいっそげ。あ、今のジャンプできたんだ。まあ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 ま
なるほどね。したコイン取られた。やっぱ滑るんですね、雪は。あ、氷だ氷だ。おーいいよ、なんか、あ、すごい、あっち行った。うんうんうん、いいっすよいいっすよいいっすよ、行くんだ。おっと誰誰おい、よいしょ。ちょっと佐久間、飲酒運転じゃないよね、これ大丈夫だよね。いや、はい、これはもう僕の通常運転で通常運転か、よかった。アイテム、おぉやった。一周割と短めな面だね。あ、みも一周したんすか。いや、もうこれ3周ともコースが違うんですよ。おぉ、なんだ、おぉ、おっと、なに、これ、え、どこ、ここ、え、荒々しい。なんですか、やめて。おぉ、えぇ、おぉ、でも今3位だよ。ナイス、うん、右ね、右、いいと思ったらすぐぶつかる。左、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 左。おぉ、なんかこの音、おお、え、何ぶつかる。直されちゃう、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 うまい、神的な。さあさあ、木をね、避けて。すごい、左、木。お、どうした。え、どこ、なんか、ば、迷子になんないで、迷子になんないで。頑張れ、頑張れ。もう、ミニの顔見たら、鼻血とかすごい出てるの。俺だからな。さあ、宮田くんだ。右ね、右、右、右、あ、右なんだ。本当だ、キー。おー、皆さん、さあ、ラスト。おー、ここで1位、ファイナルラップ1位来たよ。じゃあ、こらー、いけるぞ、イエーイ。うまい、うわ、ほら、みんな応援してくれてる。応援だ、応援してくれてるよ、みんな、ありがとう。うりー、うりー、気合いで曲がれ。あ、トゲゾン来る、おぶねー、チャンス、チャンス、あー、みんなに抜かれた、なんでこった。あれ、お、いいね、いいね、いいね、よし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 、よしよし、ナイスー、ナイスー、待って、うまくない、うまくない、なんだ、あー、もう上行けたんだ。あの、あ、打った方がいいんじゃないか。あ、お、出た、あー、あー、頑張れ、うわー、すごいわ、なんか白熱、白熱したわ。いや、楽しい、マリオカード。さあ、というわけで佐久間の成績は44ポイント40ポイント、ということは、あ、ビリは免れてですね、お、11位になったってことですね。11だ、そうです、お、11位。でも宮田君の下に11位が来るってことは、宮田佐久間の並びになるってことですね。そうだね、しゃあ一番狙いたかった、ここ。それでいいのかよ、宮田より上もダメなんだ。あ、上はダメです、宮田君。いいんだよ、絶対ダメ。いいんだよ、いっぱいいるから。さあ、どうですか、走ってみて。いや、めっちゃ楽しかったですね。いや、伝わったよ。めちゃくちゃ楽しそうだった。いろんな人の予選見たけど、一番楽しそうだった。なんだろうね、このなんか。なんだろう。1位でも同じ感じなんだろうなっていうのが、ね、すごい伝わるよね。順位関係ないんだろうね。そうですね。楽しかったんで、うん。さあ、というわけで、佐久間の予選を置いてですね、残す予選。はい。勝利、神ちゃん、慎太郎。の3名が残ってます。なるほど、ね、勝利も未知数ですね。そうなのよ、神ちゃんと慎太郎はめちゃくちゃうまいらしいよ、ね、大本命ですよ、うんうん、オール1位で来るんじゃないか。神ちゃんと慎太郎がどう食い込んでくるのか、うん、今回佐久間の予選でしたけども、この動画がいいと思った方ですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ、バイバイ、イエイ。